グドラ必死の説得も虚しく、徹底抗戦を貫いた多くの若い命が戦火の中に消えていった。戦いの中で王国軍が耳にしたブロンキア侵略戦争の言葉、それは彼ら、そして多くの帝国領民にとって揺るぎのない事実となっていた。望まぬ戦いにより次第に汚れてゆく政権、そこにあるはずの正義を信じ、王国軍は帝都フレアベルク目指して進撃を続けるより他はなかった。しかし侵略者を望まぬ民衆はなおも武器を手に王国軍に立ち向かう。場所はドロミノス湿地帯、まさに泥沼の戦いが始まろうとしていた。この先は湿地帯か。足場が悪くて戦いにくい場所だな。ミラノ殿、姫様はやはりお悩みなのでしょうか。あ、初戦で見せたあの覇気が全く感じられないのです。ああ、まあそうだな。姫様は優しすぎる。姫様のお気持ちもわからないわけではありませんが。慣れてないのさ、こういう民を巻き込む戦争っていうのに。今まではただがむしゃらに帝国を憎み倒せばよかった。それが今度は相手にも民がいて、親がいたり子供がいたり、見えてなかったものがあるってことを知ってしまったんだろう。こう言っちゃなんだけど、俺たちは責任を負う立場じゃねえだろう。言われた通り戦って戦い抜けばいいだけの立場だ。でもあいつはみんなの代表だろ。その責任の重さで参ってるんだ。なるほど。今きっとユグドラはそれを学んでる最中なんだと思うぜ。国を治めたり国を滅ぼしたり、それがどういうものなのかってな。そんな心配そうな顔するなよ。きっとあいつは大丈夫だ。それに俺たちがいるだろ。みんなで支えてやればいいさ。そうですね。それより来たぞ、新手の敵だ。あれは帝国の民兵と、エミリオンの空挺師団だ。みんな足場が悪いから気をつけろよ。
そろ本気で行くか。これが魔剣の力さ。
に戦えるんだ。これが魔剣の力さ。
せるかな。道は開けたぞ、イグドラ。大丈夫か？大丈夫。辛い。臨終後に巻き込む戦争。これは本当に戦線なのかしら？私には自分を信じてついてきてくれた仲間や民衆がいる。帝国イズリュー賞の最後の一人エミリオもいなくなりました。あとは遠征ガルカーサの本隊とギューディの魔導部隊、それと戦乙女のアイギナ隊くらいのものでしょう。実はそいつらが一番厄介なんだけどな。きっと奴らは命がけで戦うだろうな。内緒。帝都の門前で戦うのだから、抵抗はより激しいものになるわ。どのように攻めるべきか。私は一度遠征ガルカーサに降伏を呼びかけようと思います。これ以上の無益な戦いはできる限り避けたいの。凱旋門に兵を進めましょう。そこで
降伏を呼びかけてみます。それでダメだった、その時は私も覚悟を決めましょう。わかりました。では早速そのように準備をいたします。